白オリックスは、哺乳甲牛ウ牛カオリックス属に分類される、グーテールイ類。アルジェリア、エジプト、スーダン、セネガル、チャド、ニジェール、マリ共和国、モーリタニア、モロッコ、リビアに分布していたが絶滅。チュニジア南部に再導入、アメリカ合衆国に移入。体長175センチメートル。おな45から60センチメートル。 肩高110から125センチメートル。体重180から220キログラム。全身の毛衣は紅白色。額から粉担にかけてと、目から下部にかけて、暗褐色や、赤褐色、暗灰色の反紋が入り、額半と鼻半はつながるが、目半はつながらない。頸部の毛衣は赤褐色。死友ともに後方へ湾曲した角がある。 各長80から127センチメートル。出産直後の幼獣の毛衣は、炭鉱褐色で、暗色斑が入らない。砂漠やサヘルに生息していた。小規模な群れを形成して生活する。以前は季節によって戦闘以上の大規模な集団で、移動を行い6から7月の雨季になると、サハラ砂漠中部へ北上し、3から5月の寒季になると、サハルへ南下していた。 しかし近年では環境の変化に伴い大規模な群れを形成して移動することはなくなり限られた範囲で生活することが多くなった。植生は植物食で主に草を食べるが果実などを食べる。水が豊富な環境では毎日水を飲むが長期間水を飲まなくても生活することができる。繁殖形態は耐性。妊娠期間は242から256日。 主に9から11月に1回に1頭の幼獣を産む。乱獲、家畜との競合などにより生息数が激減した。19世紀にサハラ砂漠北部で絶滅し、近年まではサハラ砂漠の南縁にのみ分布すると考えられていた。1964年における生息数は4000頭。 1981年における生息数は1500頭と推定されていた。一方で、ニジェールにおける1986年の調査、チャドにおける1997年及び1998年の調査でも、本種やその痕跡を確認できず、野生個体は絶滅したと考えられている。飼育家個体を繁殖させ、再導入する試みが進められている。 1991年にはチュニジアで197頭が再導入された。日本国内では1968年に多摩動物公園が初めて飼育下繁殖に成功した。ありがとうございます。